はい、BGB の、1523ですね、トップスのメジャーリーグのミュージアムコレクション参入ができました。はい、今15時38分ですね。はい、ミニワンボックスずつの、分配となります。ランダム形式です。ミニボックス合計48個ありますので、48スポットで、はい、はい、じゃあサイコロ2つ打って足した合計ランダマイズです。いきます。はい、3と1で4回ですね。コピーしたっけ。よいしょ。で、リフレッシュですね。はい、じゃあ4回ね、押します。1、2、3。で、次4回目。はい、ラスト、ホッケさん。トップバッター、りょうちゃんさんですね。よいしょ。はい、よいしょ。はい、じゃあ、ボックスの向きですね、よいしょ、確認してからですね、ちゃんと入ってから。はい、向きは OK ですね。はい、じゃあ下の方のボックスがボックス1です。上が2。で、交互に下に向かいながら開封していきます。上の段の一番下が12となりますので。よいしょ。で、ボックスの開封順は、右からね、左へですね。いつも通り。はい、よろしくお願いします。あ、頑張ります。頑張りますけど、シールついてする。よいしょ。あとはもう、店長も、天運次第です。はい、りょうちゃんさん、天さん、DJ06 さんの順番ですね。ヒット系のカードとはロードは入れますんで、小箱と箱は破棄しちゃいますんで、よろしくお願いします。いや、でも今年の無用これってほんと、こう、薄いのと、厚いとの、その差がありすぎちゃって、パック持った時に、ヒットレスなんじゃないかなこれって。店長がこう。ビクビクしちゃう。はい。3枚、4枚だっけレギュラー。あ、3枚か。この下はサインですね。せーの。お、スコット・ロレン。レギュラー3枚だ。タイカップ。そうですね。で、ゴールドインクのスコット・ローレン来ました。ホロフェイム入りましたね。よかったです。うん。リーダー車でしたね。うん。はい。サインも変わらずですね。で、パープルのポージーですね。これが99。これがりょうちゃんさんとなります。まあ一応今年はなんかオンカード2枚入りとか、ね、ちょっとメモラがプラスで入ってたりとか、結構するミニボックスがちょいちょいあるので。まあ一応、アベレージとしては、オンカード1枚にオートレリック1枚、1人レリック1枚。で、複数人もののメモラ1枚。っていう感じになってますね。それでワンボックスの構成、オンアベレージになっています。はい、これがテンさんですね。ベブルース、アームストロングですね。だからレギュラー3枚ぐらいしかいないんで、ルキーも出れば OK という感じで。で、ちょっと熱い。ん?パッチ入ってますね。ペーニャさんの青パラ25シリアル。カラーリングもいいですね。で、アルバレスのブロンズ。メモラは130なんですよね。で、ラベラーはもう全部用意してありますので、とりあえず1回分はストレートに行きます。よいしょ。で、3と4が EJ さんですね。
とりあえずサインとレリック、一人レリックですね。だからまあアベレージだとあとオートレリックと複数人、複数人というかね、複数窓のレリック。はい、ベンチさんのね、ミジャムコレクション。あ、とてこと。おー、アルゾルナ。はい、モメンタスマテリアルいきなり来ましたね。はい。ベンチさんのインサートと、アロザレーナのオートパッチ来ました。ゴシリアルレッド。で、このホログラムが付いてるもの、MLB オーセンティクスなんですけど、これは検索するとアロザレーナさんがいつ来たジャージかとか、そういう情報が出てくる。ですね。うん、アロザレーナさん、サインもステッカーを落とすけど、ちゃんと入ってますね、綺麗に。うん。はい。で、ソトさん50。アカパラアカパラでした。アロザレナも WBC の時すごかったもんね。これは130ですね。もうここで取るかここで打つかね、全部やってましたもんね。取りやがった。みんな思った。はい。ね。で、オートレリックのいわゆる進化系ですね。今のがね、モメンタスマテリアルのジャンボジャージ、ジャンボパッチオートね。進化系ブランドなんで。で、これが、横型だ。お、4人ものだ。はい。4人もののメモラが来ました。これ結構いいんですよね。デザインもいいんで。アダムスとイエリッチ、コントレさんとペラルタ。うん。ちゃんと投手入れてるのがいいな。ね。はい。キャッチャーとね。で、エヴァン・カーター、ブロンズ。やっぱ今年のこれはこうね、流通をかなり制限してる分もあって、出が安定してますよね。まあ作りすぎてるわけでもないので。まあ去年 GB やった時もね、あ、なんか随分良くなったんだねって店長言ってた記憶があると思いますけど。去年よりかなりいいです。去年よりさらにいいってやつでね。はい。二つ目、アスランさんと、イチさんと、タカ&クマさんと、タッタさん。はい。メーカーさんもこう豪華なカードを作りたいから分かりますよ。はい。あの、店長もこう、持った瞬間分かっちゃう。ミニボックス持った瞬間分かっちゃうから。うん、はい。逆にあの、アスランさん OK ですっていう。そうなんですよね。だからこういうカードをもっと豪華なカードを作るんであれば、こういう形式で販売するしかないんですよ。まあ、逆にお客様にとっては全部が中身のコンテンツ分かるから。それをね、どう捉えるか。店長はいいと思いますけどね、こういう景色が。まあ皆さんでこうね、共有してる時間、同じ趣味ね、いいと思いますよ。はい、でアスランさん行きます。せーの。おお、ライリーだ。はい、20シリですね。ブレーブスの飛打者ですね。初めのね、傲慢は、あ、おまけも入ってる。関係ないの、おまけはね。はい。ちょっと動かしてもらいますね、こっちに。おまけも入ってんの。はい。しかもゴールド。アストロズ4人。ブレイグ、マールトゥーベ、アルバレス、タッカーですね。25シリアルです。おまけは関係ないですね。はい。どこにでも入るんだな、っていう。船屋さんの99。フレームオート入って。
まあ、ここが、だから、まあ、トップさんの封入としてはもう、オートの派生形だから、あくまでオートの位置だから。っていうだけですよね。はい。ポケモンゲットしたっていう。はい。進化しました。サインの進化系ですね。はい。ね。まあ、ちょっとミューコレはあまり、ね、どういう製品かわからない方は。あ、まあ、一応進化系なんですよね。はい。これも複数人メモラが2人もあって4人もあってっていう感じで。で、これのパッチついてえげつないのだとこうブックになってったり。で、これ先ほど1箱目だとオンカードのやつだったんですけど、あの、100ポイントのね。それが進化して、フレームオートになるっていうやつなんですよ。なので、こう、ね、ワンミニ箱単位で店長販売してますんで、非常にワンスポットでも、はい、夢もありますし、いいと思いますよ。こういう高価なカードが引けちゃうわけですから。うん。で、まあね、先ほども言いましたけど、オンカードを箱で2枚っていうボックスとかもあるから、で、おまけね、2枚、2ヒット出るミニボックスもあるし。お、山本さん、ルーキー来ました。これが1さんですね、山本さん。うん。で、神ちゃんもルーキーだ。レギュラー2枚ですね。で、アレック・ボーム。はい、熱いだ。あ、熱いけど、これはどうだろう。ジャージの、あ、35はパッチじゃないんだ。35は人によってなんですけど、25以下だと結構パッチになったりする。ただ35尻からでもちょっと分厚いんです。ね。あ、ここにいた。あ、パラレル2枚だ。たまにありましたね。前回もね。99のランゴホード。もうちょっとね、嬉しいですね。で、ハンク・アーロンさん、ブロンズ。ちょっと棚ぼた的に。レリックだったけど。で、山本さんにカミレロなんで、総合的に見たら全然いいですね。ちょっと片付けながらやりますんで、少しだけ時間かかりますけど、まあ、ご理解ください。はい。ね、こんな感じですね。うん。レリックだったけど、よいしょ。ランゴードの99も来てるわけですから。はい。うん。まあ、アベリージが高いミニボックスになりましたっていう。一応アベレージだとまあ4ミニボックス中2つは3位という形式に合ってますから。で、サインが3になったり、サイン4はなかったな。サイン3はたまにありましたね。ちょいちょい。で、メモラが結構アディショナルヒットっぽくなってて。あ、オートレリックだ。はい。バーデューゴですね。そっか、このデザインだと。インサートかと思っちゃった。はい。バーディーグもね、3チーム目ぐらいかな、もうね。うん。ボストンとね。で、マイク・シュミットさんが25シリですね。結構シリアルが99以下来ますね。150が一般的ですけど。で、この間もあのね、フレームオート出た後に、フレームオート2枚入りもあるからな、たまにはな、とか言ってたら、はい、2枚入りもその後出ましたからね。もう1枚フレームオート出て。ここ2の4ですね。チャッタさん。だから、わかんないですよ。うん。
あ、ありがとうございます。うん、今さん。はい、ピアザさんですね。で、3位ですね。お、ヘンリー・デイビスですね。はい、まあ、彼はね、キャッチャーなんで。あともう1年ぐらい修行かな。まあ、彼もちょっと打撃はボームさんと同じで、あのね、打撃練習とかだと先輩たちが、やべえこいつみたいな。当たれば飛ぶなっていう、まだその位置づけなんですけど、キャッチャーの技術も向上してくれば多分打撃も良くなると思うんで、このですかね。うん、来年、25本ぐらい打ったらもう完成形に近づいていくかな。2年ぐらいかかると思うんですけどね、やっぱキャッチャーは。まあちょっと、はい、保有案件持ってた方がいいと思うよっていうところですね。はい、で3つ目ですね。まあ、持った瞬間、あの、店長もあまり顔に出さないようにはしてるんですけど、あまりこうねあまりにもですから、はい、よいしょ。はい、カサスですね。カサスの4つ目モラですね。これが99。はい、カサスとデュラントね、お二人、ちょっとカサスの方が初めリードしてたんですけど、よいしょ、デュレンの方がかなり今良くなっちゃって、吉田さんもだいぶね、もう干潮に近いんじゃないですかね。はい、この間もスイング見てても全然いいですね。ドジャースのラックスもだいぶ良くなってますね。ボールの下うまく叩いてるって感じで。はい、3-2。うん、3見えちゃってる。誰だ？よいしょ。はい。あ、カービィだ。99シリーズですね。カービィ結構、ね、投手ですけど、人気ありますからね。はい、99、パープルですかね。で、パラレルはブレットさんの99だ。シリアルがなんか、99以下ばっかりですね。3-2、ね、マリナーズのエースですね。はい、ね、3-3、うん、2枚しかもまたブロンズだよ。これ3枚ぐらい来る場合あるのかな。だってまだ3箱目ですよ。はい、ここ3-3、はい、大丈夫です、間違いないです。3-3、タボイモさん、古いもと2枚目だよ。はい、今永さん付きはい、いやだから今年かなりこう、ああ、デラクルーズも来てる。レギュラーミニ箱 3枚ですからね。あれ、何かおまけも入ってるの、フリオ。これはジャージで薄いんですよ。で、この下です。いきます。せーの。お、ジャズくん。はい。ジャズくんのフレーム来ました。20シリ。ブロンズなんで20ですね。いいっすね。ピアスかっこいいね。おしゃれさんですからね。はい、ここ。3-3のターボイモさん。じゃあ、新記録にはちょっとフレーム3枚目狙おうか。言っとくと結構起きるからね。
わかんないけど。はい、フレームオート2つ目です。まあ、こういう出方だったら文句ないよな、やっぱな。こういう出方はいいよね、やっぱりね。今はまあね、ボックス販売とかそういうのもルートとして残しとかないとっていうところもあるからあれですけど、まあちょっとした高級版とはもうグループブレイクのみで販売してくださいみたいな形式になってもまあおかしくはないかなと思いますけどね。はい、全部ローダーに入れました。3の3。よいしょ。ありがとうございます。で、3の4ですね。はい。ケン・グリフィ。で、フレームオート来てるのにオンカードも来てるんだよ。っていう。はい、いきます。せーの。はい。あ、マーク・バーリーさんだ。299ですね。バーリーさん初めてですね。ノーヒットノーランやってます。あ、結構おまけ入ってんな、今回。こんなおまけ入ってる？おまけ率多い、高いな。あ、パッチ入ってる。ディバース25だ。おー。パッチ入ってるのは大体この大きいところのね、一つなんですよ。で、トラウトの99だ。うん、シリアルもなんか99以下が結構ヒットします。150が全然見ない。バリさんもいいピッチャーですからね。リバースはパッチ、一応パッチですね、一箇所入ってます。25シリー、はい、でトラウトね、はい、よいしょ。で、4つ目ですね。まあ、とりあえずモーメタスマテリアルとフレームオートが2つですね。はい、4箱目です。ジョン・イチさんと白い文鳥さんと HYK さんと S クラブさん。まあ、フレームオートもレデンプションとかもあるから、3枚目出るとしたらそっち系かな。どうでしょうね。はい、ガンナーですね。ストライダー、ボークスさん。で、ガウスマンですね。99シリー。と4と3ブロンズ。で、4の2。はい、サンドバーグさんですね。カウザー、ルーキー。ピアザさん。で、オートレリック。お、パッチ2つ入ってる。お、カサスだ。15シリアルですね。ダブルのパッチオート来ました。はい。ね。で、マチャドさん、ブロンズ。
はい、これが4の2ですね。はい、4の2は白い文鳥さん。で、4の3、HYK さん。一人レリックと今、ね、オートレリックですよね。あ、コインサートですね。はい、ルーブロックさんですね。で、これは向こう向いてますね。お、ジャッジと外のメモラって珍しい。二人。おお。はい、これも初めて見たな。49シリアルですね。ジャッジさん、ピンストライプ入ってますね。うん。はい。で、150のボビーヒットですね。ソトさんもかなり上げてきてますからね。デスタントンもかなりこう、調子が良くなってきてるんで。今年はヤンキースかなりこう、いいんじゃないですかね。このインサートもなんか、箱で必ずとか、そういう感じではなさそうですよね。数箱1みたいな感じになって。はい、4の3。で、4の4。これですね。はい。オンカードかな。せーの。おお、キャロル。20シリですね。はい。20シリあたりはケース開封すると、1枚か2枚ぐらいはいるかなって感じですね。このね。ブルーなのか、サファイアなのか。はい。これが4の4ですね。S クラブさん。キャロル。はい。20ですね。で、パケットさん、ブロンズ。はい、4の4です、うん、やっぱまあ安定してますね、うん、コンテンツは。2015年、16年、17年あたりはアジア版があったんですけど、まあ14年ぐらいからもあったんですけど、まあ US と比べるとまあアジア版の方が、うん、内容は良かったですからね。店長を見てる限りですけど、100ケースぐらいは見てるんで。はい、そんな雰囲気ですね。今回ね、出来がワンワンさん、りょうちゃんさん、じゅんじゅんさん、RU さんですね。はい、あ、これもインサート。はい、ロバートですね。で、メモラはビジオさん。この4箱1ぐらいな感じのインサートですね。で、パラレルランゴフォードだ。まあ、ファイネストもね、全体的には光物とかあったから、ね、かなり好印象のボックスですけど。こっちはさらにこう、ね、ルキも人選されてる内容でっていうところですからね。あとはもうその進化系ですか。ジャンボになったり、タグになったり、ね、オートパッチもでかかったりとか、そういうのが、ラッチマン。で、インサート。はい。エディ・マッシューズさんですね。で、この下は、はい。ハクーニャさん。
はい、4つ目もらででかいとこバットなんですね。これ49ですね。はい、でパケットさんブロンズ、これが今5箱目の2ですね。5の2、はい、はい、で5の3、はい、ディバース、メリル、ルーキーですね。で、トラウト。はい、お、ウエストバーグのダブルジャージですね。ブロンズで50なんだ。はい。うん、彼は、まあ、内野今やってますから、うん。打撃はいいですからね。で、ハンク・アーロンさん50です。派手さないですけど堅実ですからね、いい選手ですよ、はい、で5の4、はい、ロバート君、オートですね、はい、またゴールド、結構調子に来るね、せーの。はい、ルーキーのシュネイダーですね。はい、トロントブルージェイズ。はい、でマグワイアさん、うん、やっぱり結構少ない方来ますね。50シリーあたりこんなバンバンパラレル今まで出た記憶がないと言っても、まあ先にやったのって5ケースですけどね。はい、これ5の4。はい、で、次で、ようやく前半が終わるという。これ6箱ケースで、このね、6箱ケースでいいんじゃないかって思いますよね。もうなんか1ケースやりきった感が、ありますね。はい、ずらしましょうか。はい、6箱目から小麦さん、ホケさん、ZV さん、大手くださいさん、はい、アロンソさんですね、大谷さん、うん、ベース1枚よくて2枚ぐらいですね、大谷さん、はい、でポージーさん、ちょっと熱いパッチ入ってますね、はい、レッドで10シリアルですね。はい。バスターポーズ。パッチです。で、ドミンゲスの99。うん。はい、まあ、レリックでしたけど、まあ、パッチ入ってたし、ドミンゲスシリアル来てるし、というところでしょうか。で、大谷さんがいた。
はい、そうですね。はい。これ6の1。ちょっと待って。はい、で6の2。はい、マダックスさん。ここでオンカードかな、これ。よいしょ。せーの。と、パイセン。ホセラミさん。多分、これみんな299なんですね。多分3位にラインナップ。まあ、299にない人も多分、まあ、いるのかなと思いますけど。はい。大体299スタートみたいな感じになって。ルーキーとね、ベテラン系。で、アクーニャブロンズ。ホセラミさんもでもね、ファンサービス積極的ですよね。最近よくプロダクトサインカード入ってるし。ね。よいしょ。で、6の3。あ、ホセラミね。ホセラミまだ持ってなかった。はい。1枚は。欲しいですね。持ってたいです。はい。カーショーですね。で、レジー・ジャクソンで、ここでオートジャージだ。はい。ロペスさん。ロペスですね。はい。ダブルのオートジャージ。よいしょ。で、おまけが入ってるっていう。オートジャージの、これパッチなのかな？どうなんですかね？キャップとか使ってる場合あるのかな？どうでしょうね。で、おまけが来てると。あ、パラレルが入ってねえんだ。はい。FF と別ですね。パラレルが入ってない。2レリック、オート。で、2ベースですね。適当だよね。ほんとこれオンアベレージとかかね、この下の注釈なかったら、日本だったらね。よいしょ。はい、ここ6の3ですね。 ZV さん2ヒット2ベース。オジー・スミスさんですね。で、キャンパスコレクションだ。はい、ハンク・アーロンさん。で、ここ。お、またオートレリックだ。おー。はい、スペンサーさんですね。50種類です。はい。ここがだから6の4だ。オート、くださいさん、オート出ましたね。よかった、よかった。はい。もうオートできちゃった、2枚できちゃった後だもんね。お、ジョーマーさん、ほろってますね。25です。ちょっと、小尻のが多いですね。ベースのパラレルも。オッツオーバーも。前回もオッツオーバーそこそこありましたけど、なんか、今回ほど出てなかったような気がするんだよな。このケースなんか多くないですか？なんかそんな気がする。まあ、たまたまなんでしょうけど。はい、6の4ですね。はい。で、7つ目ですね。
ついてない。今のところモメンタスマテリアル、ジャンボパッチオートとフレームオート2つですね。はい、7箱目です。カラさん、おもだかさん、カラさん、つみきさん、はい、FF さん、エヴァン・カーター、ラーキン、はい、インディアの一人のクワットですね。はい、99ですね。で、パラレルベーブルースが赤だ、50。うん、やっぱなんか連発してますね、小尻ベース。ワンバン出るかな。はい、7の1で7の2。熱いのが2個入ってよいしょ。パッチ系が2個なのか何なのか。はい、リプケンさんですね。で、クレメンテさん、この下か、この下だ。なんだこのカード。あ、グリーンだ、ワンバンショ。これ何のカード、いっちゃいましたね、このね、せーの。うおー、シュミットさん、バットバレル来た。おお、これ何、これもう一枚入ってるよ、だって下に。おお、来ましたね。わんわん。かっこいいね。やっぱすごいね、今年のミューコレね。やばいよね、出方が。これ、あるだけやった方がいいよね、グループブレイク。はい。まあ、価格変えないから、店長。大丈夫。ほんと。うん。はい。これ、7の2です。おもだかさん。おもだかさん。やばいっすね。レジェンドのバットバレルっすよ。もうないっすかね。うん。いやー、こんなバンバンバットバレルとか出るなんて。おまけにオートレリック入ってんだよ、アウトマン。はい。うん。だからこれ一人レリックが派生したんですよね。するとここまで行くんですよ。バットバレル。ネームプレート。で、ランドリータグ。MLB ロゴ。とかなってくんですよ。はい。で、アウトマン。299ですね。はい。おまけ。で、キャロル・フランス。すごいね、やっぱ出方がやばい。もうあるだけ店長にグループブレイクやらせてください。これはね、これは取り出すときに気をつけてくださいね。一応この状態で。この間バレルスタントン出ましたけど、こんな、まだ6ケース目でしょ。6ケース目で、2バットバレルですよ。で、ダルビッシュ、ランドリータグですよ。っていう。ねえ。すごいな。はい、
はい、7の2、桃高さん、おめでとうございます。はい、よいしょ。で、7の3、ドミンゲス、アレナード、ベリンジャーで、はい、ゲレーロさんの99で、アクーニャさんのブロンズ、いやーすごいですね。でもね、ちゃんと進化系ね、品物がちゃんと出てくれるんで。はい、7の4、テッドさんですね。イエリッチ、ベッツで3位ですね。せーの、はい、ヤンキースのオースティン・ウェールズですね。これも299、オートルーキー。はい、でパラレルがアルバレス・ブロンズ、はい、これで7箱目まで終わりました。よいしょ。で、8箱目。8箱目、マハハイツさん、東方さん、Sクラブ、タンタカタンさん。はい、ヨギベラさんですね。キャンパー、ガンナーか。で、キャンパスコレクション、ドミンゲスですね。で、この下、オートレリックの、ティム・ハドソン。おー、レジェンドのティム・ハドソンですね。うん、いい年でしたね、ティム・ハドソン。はい、で、ウェイド・ボーグスさん。うん、25シリだ。25シリ3つ目 ?4 つ目ぐらいか。3枚当ててるね。調子が出やすい感じです。ベースのワンワンが来そうだなと思って、先にメモラのワンワンが来ちゃいましたね。これ8の1、はい、はい、いい3ですね。で、ペドロの一人メモラーですかね。お、一応パッチ赤ですね。10シリかな、10シリだ。はい、10の10ですね。ペドロのパッチです。4つ窓で、はい、イジョンフのブロンズです。
はい、これが 8-2 ですね。で、8-3 一人メモラの進化系が来て、フレームアウト出て、モーメンタースオートレリックのシールの進化もして、あとどの辺かな、まあ、あとジョイルーキーとどうですかね、はい、サインですね、せーのと、ミードさんですね、はい、99ですね。彼もまあこれからなんで、はい、99ピンクなのかな。でホセラミさんが99、ベースはもう相変わらず99以下ばっかりですね。150が2回ぐらいしか見てないような気がします。これが 8-3 ですね。で、8-4 はい、レギュラー2枚ん？またこれ、あ、トラウトだ、はい、99のトラウトのバットで、この下おまけがアシールサインだ、あ、ビーバーだ、はい、ビーバーさん来ました。やっぱなんかサインも結構3枚入りが多い箱で、店長ちょっとワンミニボックスサインでやってるから、サイン何枚目とか数えてないんで、トーマスさんブロンズ、結構なんかサイン3が多いような気がするな。で、アディショナルヒットも結構箱でいるよね、高確率で。あー、メモラだーと思ってもトラウトでホッとして、で、サインも出た、みたいな。ね。これ8-4です。で、9。9箱目。よいしょ。楓さん、もち夢さん、こうさん、へっさん。はい、ジャックライター。ラブアーさん、パケットさん、はい、お、絶好調のマルテで、ちょっと熱い、はい、ゴールドですね、ゴールド35だとパッチじゃないのかなって感じですね。先ほど初めの方にご説明したんですけど、で、カーショーさんの99、うん、150全然見ない150いるのにな。で、9-2。はい、ゲーリックさん。外尾さんでキャンパスコレクション。あ、かっこいいな、これ。いいっすね。で、サインも来てます。ホリデー
来た来た。はい。ここが、9の2。もち夢さん。はい。掘りで行きました。99のオートルキー。今、超絶人気。はい。いいですね。来た来た。よいしょ。で、ポージーさん、ブロンズ。うん、やっぱケースのそのアベレージがやっぱり高いですよ。うん、ファイネストとかもまあね、25シリとか50シリぐらい、まあ光物でいろいろこう300種類あるからっていうところもあるんですけど、かなり堅実ですよね、今年のミューコレは。もう全商品このぐらいの流通数でやってほしいですね。ね、かなりサービス商品だと思いますよ、これ。その流通限られた初めの製品なんで。外しちゃいけないですからね。こけちゃまずいから。はい、ゲレーロさん。チョウさん。スキンズ。うん、スキンズなんかね、レギュラーこれいるんでね。で、オートレリック。はい。アンドリュー・ジョーンズですね。はい。おやすさん来ました。はい。まあ、日本のね、NPB に来たっていうのも。お、メリル99位ですね。うん。入荷状況はちょっと言えないので申し訳ないです。はい。はい。9の3。で、9の4。できます。9のようね。ヘッサン、うん。お、4人ものだ。あ、鈴木さんいる。カブス4人？うん。カブス4人のクワッドメモラスね。鈴木さんは、あ、ピンストライパーいるわ。はい、49です。ちゃんと2個くんいるのがいいな。ベリンジャー、スワンソン。うん。はい。ね。お、光ってる。ご尻だ。サッチェルページご尻。あ、これは結構あれなんじゃないですか。ね、あれだよね。はい。サッチェルページご尻はすごいな。これニューロリーグのうんちゃらかんちゃらって書いてあるの、後ろ。そういえば。もう MLB で統一したからないのか。ああ、ないんだな。ああ。はい。うん。まあ、サッチェル・ペイジさんの半券持ってる、まあ、ご遺族の方かな。はい。そこの権利は書いてありましたね。サッチェル・ペイジさんの小シリアルとかってあんまりないですからね、まだ。ごシリアル。サッチェル・ペイジさんの、あの、カットシグネチャーとか一番初めに2000年代入った時、2000年前か。すごかったっすかね。はい。これが9の4。で、10箱目。はい、10箱目。あ、GT さんすいません。
入荷予定とかもね、まあちょっと遅れちゃったりとか、並行輸入のが早かったりとか、もう皆さん大体もう気づいてるでしょね。ああ、そこ並行輸入なんだみたいな、大体まあ皆さん気がこうついてきてると思うんですけど、まあちょっと公式入るまで待っていただければ。はい、オートレイクですね、はじめ。おお、ポソーダ。はい、ポソーダさん来ました。これはオートレリックでもいいですね。はい、50シリアルです。これ10の1だよね。ウルトラホークさんですね。はい、ポソーダさん来ました。うん。で、ベーブルースさん。あ、やっぱ99だ。ね、なんだろうね。この99以下のパラレルばっかりっていう。たまたま、それのロットになっちゃってるだけなのか。ね。小沢田さん、ペティートさんとかね、よく入ってた時は。ね、2015年前後ぐらいはポサーダさんとね、結構どのプロダクトにもいたんですけどね、トリビュートとかにもよくいたし、最近またちょっとあまり見なくなっちゃって、高級版しかないなみたいな。はい、お、イチローさん、うん、イチローさんとインサート、お、トラウト、これかっこいいんですよね。で、はい、A ロットのレリックですね。これが49のブロンズ。はい。で、サッチュル・ペイジさんだ。ブロンズ。ランゴフォードのルッキーも出てますからね。はい、と10の2ですね。はい、で10の3。あ、まあでもシングルカードをこう購入してこうね、まあ市場の底上げになるという、はい、なのでシングルカードを購入される方々も非常に重要なんですよ。そのバランスがね、はい、バランスなんですけど、店長新記録やったかも。3枚目。3枚目って全世界でどうだろう、初めてかな、ワンケースから3枚って、フレームアウト。新記録かな？はい。ねえ。はい。ここ10の3です。タボイモさん。はい。あれ？さっきもた、あれ？タボイモさん？あれ？初めの方タボイモさんなんか当たってなかったっけ？ねえ。はい。シルバーが、シルバー 15？ とかだったっけ？シリアル。はい。はい、マーレーさん。うん、チッパ。この下ですね。いきます、せーの。お、リップ券！いいっすね。写真もいい、このオリオールズの。ねえ。はい、15シリ行きました。フレームオート3枚目ですね、このケース。まちゃまちゃ。はい。まちゃまちゃブロンズ。いや、いいっすね。まあね、タイトル通り、レジェンドが中心のプロダクトなんですけど、やっぱレジェンドの音もかなりこう、最近少なくなってるんで、うん。3枚入りっすよ。フレームオート。やっぱ風にはかなりこう安定してる感じはやっぱしますよね。ケースのフルコンテンツ見るとね、やっぱり。
去年も本当ね、初めの方言いましたけど、去年もかなり、あ、ミューコレ今こんなになってんだって。なんか2年ぶりかそこらで、ね、去年グループブレイクしましたけど、何回か。それよりいいですもんね、今年の。こんな出方、もうミューコレ、そのアジア版上回ってんじゃねえかな。あれも良かったけどさ。はい。まあケースのアップダウンはね、まあ当然あるでしょうけど。まあ安定感はだいぶありますよね。まあこれまだ6ケース目ですけど。はい。レリック・バリー・ラーキンさん、レジェンド15シリアルですね。15でパッチ入ってないんで、多分まあ、そんなにパッチの部分がないのかなと。はい。あ、ゲレール赤だ。50ですね。うん。99以下ゾーンは継続ですね。ベース。で、5シリがサッチル・ペイジさんで出てるんで、ワンワンチャンスもちょっとあるかな。残りあと2箱か。どうだろう。はい、これ10の4。はい。よいしょ。はい、11。カミちゃん、アルバレス、ボージャクですね。で、モレルさんですね。49。はい。で、ブロンズ、アーロンさん。11の1。かなりいいですね。でもね、本当。はい、ライアンさん。マッチャート4と3。お、ヘンリー・デイビスですね。はい、オートレリック。ルーキーですね。はい。あと1年か1年半ぐらいちょっと、はい、待ってください。お、カウザーの50いいですね。うん、いやこれ99以下ゾーン入ってるけど、これもかなりいいよね。ルーキーの50シリアルとか普通に出てるけど普通に考えたらね。いや、箱1で50シリの上位ルーキー出れば分かるよ。ミニボックスで、まあブロンズはあるけど、よいしょ。シリアル2枚大体出て、それがほぼ99以下ですからね、今のところ。青の150が2枚ぐらいしか見てない。このケース。はい。で、11の3。あ、ちょっとずらしましょう。はい、これ今11箱目の3ですね。はい、マントルさん、ボービッシュで、インサートは、はい、ロンサントさんですね。で、2人目もらベルトレーさんとイバンだ。珍しい組み合わせだな。テキサス同士だけど。あまり見たことないな。うん。はい、99。で、タイカップさんはブロンズですね。
ロンサントさんもあんまりカード見たことないな。あんまり見ないですね。はい、これ11の3。ああ、ありがとうございました。まあ、ね、うちがこう、まあ皆様のおかげで、こう、グループブレイクも、ね、メジャーリーグの製品も、再度販売できるようになってますけど、よいしょ。まあ、あるうちが、はい。なくなっちゃったらね、もう高いとこしかないし。山本さん。はい。で、本カード。あ、レジェンドのデカ、エカーズリさんですね。はい。それと、オートレリック入ってるっていう。タッチャン！あ、タッチャンだ。エカーズリさんとタッチャンス。すごいね。これ間違いないですね。11の4です。メロンさん。エカーズリさん、アスレチックスのレジェンドですね。成績見ると、はい。すごい成績だって、こう、驚きますね、うん。レジェンド、まあ、皆さん大体そうですね。製品になってる。で、タッチャーのオートレリック来ました。はい。で、ベンチさん、ブロンズ。だトータルで見ると、これね、箱に2枚サインだとしても、まあ、24枚出ればアベレージなんですけど、はるかにそれ以上出てるよねって話。ねえ。多分28枚。よ、プラス4枚ぐらいにはな、もうちょっとなっていくか。そんな感じですよね、多分ね。だって、14,500円でサイン2枚出る箱って、ちゃんと昔のティアワンカっていうぐらい。それこそ9年前ぐらいのティアワンカーみたいな。ね。よいしょ。これが11の4。はい。で、最後です。はい。12です。いやー、なんか面白いケースだったんで。80分ぐらいか。あ、ねえ。はい、ヒイラギさん、ジョンイチさん、オートクダサイさんとホケさん。はい、ハニーバンクスさんですね。お、ジャッジ。はい、お、ツーピンストライプ99ですけどね。いや、もう歴史に名を残す選手ですね。はい、キャロルさん、ブロンズ。まあカードの方もそうですけど、まあね、もう最年少で300ホームラン到達して、よいしょ。で、殿堂入りがこう見えてくると、また一段とグワッとくるんですよね、うん。まあ1年目2年目はね、人気で上がるのは全然いいんですよ。一過性なんで、それはあくまで。はい、成績伴ってくるともう一気に来る。で、ジョンイチさん。お、ホリデールーキー。あ、イチローさん。キャンバスコレクションのイチローさん。で、この下は、おー、ダブルオート！ドラクルズボット！リーチだったんだ。イチローさん、ありがとうございます。はい。おー、来たねー。はい。
12-2 のジョンイチさん、おめでとうございます。デラクルーズボット兄貴、デュアルオート、いいっすね。やばいっすね。はい、大谷さん来てるよ。おお、25シリすごいっすね。やば。はい、あ。やばいっすね。これすごいわ。これはもうね、いいお盆になったんじゃないですか。よいしょ。さすが一郎さんだな。カードもいいの連れてくるわ。はい、まああとね、だですと。はい。12-2ですね。すごいっす。はい。いや、大谷さんも連れてきてるのがやっぱすごいよね。やっぱ一郎さんだよね。うん。ね。はい。ということで、よいしょ。はい、12-2ね、おめでとうございます。はい、で12-3ですね。はい、サッチェル・ペイジさん、1枚、あ、裏だ、こっちだ。はい、アロザレナ、カーターさん、ハーロンさん。で、カービーさん49と、サッチェル・ペイジさんのブロンズですね。はい、12-3で、ラストですね、12-4です。ホケさん、最後。はい、ボビーとね、オートレリックか、よいしょ。はい、スコットさんですね。ストットさん、うん、299ですね。ダブルジャージをオートで、ゲイリックさんブロンズでした。はい、これで12箱開け終わりました。まあ80分ぐらいやっぱかかっちゃうのかな。あ、ちょうど80本で今、あ、そうですね。ちょっといいの連発しちゃうとね、ちょっと時間かかっちゃう。いや、でもこれプロダクトがかなり安定してるんで、生産数からね、そのもいって製品がいいんで、はい。いやー、いいっすね。はい、ありがとうございましたね。はい、じゃあ、とりあえず今日の1回目ね、ミュージアムコレクションの BGB の1523、これで終わります。個々の動画は今日の配信終わった後にアップしますので、ちょっと巻き戻して見ていただければ。思います。はい、じゃあ本日1回目ね、ミュージアムコレクションの、トータルで6ケース目ですね。ありがとうございました。